内閣府特命担当大臣はかつて設定された日本の国務大臣。内閣府特命担当大臣の一つである。内閣府庁舎日本の内閣府におかれる内閣府。主として国家戦略特別区域に関する政策を所管する国務大臣である。具体的には国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化や 国際的な経済活動拠点の形成などに関わる政策を所管する。また、国家戦略特別区域の指定や区域計画の策定をはじめ、国家戦略特別区域法における金融機関の指定や国家戦略特支援利子補給金の支給なども所管している。内閣府にて国家戦略特別区域に関する政策を司る。 組織としては重要政策に関する会議である国家戦略特別区域諮問会議などが挙げられる。内閣府特命担当大臣はこれらの組織を担当する。この内閣府特命担当大臣に就任した者は国家戦略特別区域法に基づき内閣府国家戦略特別区域諮問会議の議員に就任する。また内閣府特命担当大臣に就任した者は 国家戦略特別区域法に基づき国家戦略特別区域ごとにそれぞれ設置される国家戦略特別区域会議の構成員となる。内閣府特命担当大臣は関連する地方公共団体の主張と協議の上で国家戦略特別区域会議に構成員を加えることができる。国家戦略特別区域ごとに策定される区域計画は 内閣府特命担当大臣をはじめ、この国家戦略特別区域会議の構成員全員の合意の下で作成される。なお、内閣府特命担当大臣のうち、内閣府特命担当大臣、内閣府特命担当大臣、内閣府特命担当大臣の三大臣は、内閣府設置法により、筆致とされている。それに対して、他の内閣府特命担当大臣は、 筆知とはされておらず、担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため、政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。2013年に、2013年に開かれた第185回国会にて、国家戦略特別区域法案が衆議院、参議院の両院で可決、成立した。この国家戦略特別区域法は、 2013年12月13日に施行された。それに伴い国家戦略特別区域に関する政策は内閣府が所管することになった。これを受け第2次安倍内閣は内閣府特命担当大臣を設置することにした。同日付で総務大臣及び内閣府特命担当大臣の進藤義孝が内閣府特命担当大臣に就任した。 2015年10月、第3次、安倍改造内閣で、地方創生担当大臣が、内閣府特命担当大臣になったのに伴い、内閣府特命担当大臣は廃止された。また、国家戦略特別区域諮問会議の担当も、内閣府特命担当大臣に引き継がれた。任命、補職は3段階で行われており、まず、国務大臣に任命するとの歓喜が出され、 ついで当該の国務大臣に対して内閣府特命担当大臣を命ずるとの事例が出され、さらに当該の内閣府特命担当大臣に対して国家戦略特別区域を担当させると命ずられる。これらの事例は官報に掲載されるため、その記載に基づき内閣府特命担当大臣と表記される。なお、国家戦略特別区域法においては、 内閣不設置法第9条第1項に規定する特命担当大臣のうち同項の規定により命を受けて同法第4条第1項第3号の2に掲げる事項に関する事務及び同条第3項第3号の7に掲げる事務を勝利する者を指して国家戦略特別区域担当大臣と称して記述している。ありがとうございます。